マチュールで合わせる。ラケットを出して合わせる。それがこのじゃゲームの中でみんなできてる勝ったほとんどの人で、うん、自分がいいねって本当にいいねって本当だ、うん、相手が前に行ってなかったら別に相手が前に来たら決めなくても全然いいよ。そうでしょ、そうでしょ。相手が前に来た場合はこの状態でこれでもいいよ。そうでしょ。別になんかこのこういうネットを前から散らさない、そういうのじゃない、そういう競技じゃない。でそこの部分をちょっとできるだけもう一回ちょっとみんな再確認してみて、こうそのまま前に出す、そのまま前に出す、そのまま前に出す、そのまま前に同じ動作で出す。それが例えばこういっちゃったらクロス打てない。そうでしょ。こういっちゃったらクロスで打てないじゃなくてそのままそのそのそのよしよし、出して出すの遅い、もう出して、そう出して持ってくる、出して持ってくる、出して持ってくる、はい、気しない、出して持ってくる、出して持ってくる、出して持ってくる。はい、それで、はい、ストレート伸びる。そう。出して持ってくる。はい、クロス伸びる。そう。出して持ってくる。最後の最後で。その入り方をして最後の最後に変える。それが、こういっちゃったり、こういっちゃうと、最後の最後に変えれない。はい。あ、ごめん。
はい、ネット。はい、もう一回。はい、ネット。はい、いらない。ランボにしない。はい、ネット。はい、ネット。はい、ネット。あ、ごめん。はい、ネット。触ってるだけで。頑張って。押さないよ。はい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 、OK。で、今やってて、何本か白帯に当たってるけど、戻ってきちゃったんでしょ。それは、手先でどうにかしようとするんじゃなくて、ここね、ここ、肩甲骨と、あとこの、すべろの、体の力を使ってコントロール。今、体の力使ってないから。手だけでこうやって打ち下出て入ってきた。じゃなくて、ちょっとイメージ的に言うと、押す。イメージ的に言うと、押す。イメージ的に言うと、押す。それで白帯やるから、しっかり、多分覚えるから。しっかり、押す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 。これが押されてないと、こういうのが返っちゃう。わかる？そうだよ。ラケット出して、多分これ、多分動画を見てくれてる人の方が、多分難しいことにしようと思う。だから、そこのあんまり難しいことはそのしてない。このまま出して、そのまま持ってくるんだよ。変なこんなんしてないし、こんなんしてない、いろいろしてない。普段、例えばなんかしてるけど、じゃあこれを左に持ち替えたら、同じ動作で、こういうふうにちょっと体を持っていけばいい。実際左ってもうそんなにこうやってやったり、こうやってやるわけじゃない。そんなに難しい。このまま、こう、出して、体を持ってくる。出して、体を持ってくる。原理的に言うと同じだから。出して体を持ってくる。出して体を持ってくる。出して体を持ってくる。だから左手を持ってくる。これが左手でもこうやってやらないといけない。左手でもこうやってやらないといけないってなったらできない。原理的に言うと出してそのまま持ってくるだけだ。出してその体を持ってくるだけだ。そんな難しい。これ見てわかるし、どっちの方が難しいやり方をしてるか。簡単なやり方をしたら、そこで精度を上げればいい。だから左でもできる。そこの部分をちょっと意識して、やってください。